はいどうも、ハルです。今日は俺から行ってきたので、その様子をどうぞ。よし、
一発ですね。
かだったでしょうか。では成果発表いたしましょう。ロールのレベル8です。まあここからは、まあ、スライムです。レベルを上げて進化させたんですけどね。でその進化したものっていうのがこのロレルです。かわいいね。そうで、これになんかスライムシルバーあげてレベル10にして、ダイダロボッチの持ってた踊り子タネを合成したものがこちらです。踊り子ロレル。お姉ちゃん急に綺麗なデザインになっちゃった。すごい進化だ。はい、まさに子供から突然美女になってしまった。原始から原始の種からだ。このチビ人間になって最後大人なのです。まあサゴジュウのレベル3。サゴジュウレベル10にするのすっかり忘れてた。最近なんか久しぶりに見た気がしたな。サゴジュウお久しぶりです。さっきも言ったんですけど、このロレルレベル10にスライムシルバーのレベルを1つ上げたロレルレベル10にダイダロボッチが持っている踊り子種、これを合成するとロレルちゃんになります。なるほど、便利ですね。幅広いロレルちゃん超可愛いんだよね。美人さんだよね。でも子供の頃からめっちゃ可愛い。はい、それでは動画を見ましょう。俺かデロン。